はい、皆さんこんにちは。ギリギリクメンことギリメンヨッピーです。今日もキャンプ場にやってまいりました。サンダのアウトドアビレッジっていうキャンプ場にやってきたんですけれども、で、まあ、こちらのねキャンプ場の紹介動画っていうのはねまた別であげるんで、よかったらチェックしてみてください。今からね設営をしていくんですけれども、今日のテーマとして初のタープ張りに挑戦したいなと思っております。ケシュアのポップアップテントを小川張りで初めてねタープを立てるんですけども、小川張りでね挑戦したいなと思っております。で、なぜポップアップテントでわざわざ小川張りのスタイルを本日選んだかというとですね、ここのキャンプ場がですねテントのサイズに制限があります。珍しいですけどね、制限があるのはね、区画の広さとかじゃないんで、こうフリーオートサイトです。フリーオートサイトで十分な広さがあるんですが、ツールームテントを建てようと思ったらプラス3000円払わないといけないというね。で、まあ、そのためにねタープを購入したんですけども、初めての設営なんでねちょっとワクワクしてるんですけども、もちろん YouTube で何回もチェック済みでございます。だからねいけると思うんですよ。いけると思います。初めての人でも張りやすいようにちょっと下準備もしてきましたので、そちらもねちょっと説明しながらね張っていきたいなと思います。ではちょっと頑張ってみましょう。はい、じゃあですね今日はこのスタイルで2点のカメラで撮ってきます。初のタープ張り、しかも小川、頑張ります。はい、購入したタープはキャプテンスタックですね。キャプテンスタックの、まあ、安いやつなんですけど、なぜこれを購入したかというとですね、青いかケシュアのねポップアップテントと合うかなと思ってこれを購入しました。まずですね準備をしてきたっていうことなんですけども、これですね、このロープです。このロープで何をしてきたかというと、目印を打つ場所をこのロープで決めてきました。そうすることによってタープを地面に置かなくていいんですよね。でこのキャプテンスタックのが4メートルなんですけど、これ4メートル幅でこういう風にペグを打つ箇所をね決めてるので、わざわざタープを広げなくていいと。で特に雨の日とかは重宝するんですよね、こういうのがね。でこれがキャプテンスタッグの小川張りのベルトですね。今日は風が穏やかなんで、まあ小川張りでも大丈夫かなと思っております。これがどっちかとテントのケツの方に来るっていうやつです。でこういう風にテントと結合できるようになっております。でこの小川張りのベルトの長さも考えた上でこのロープ作ってきてるんで、とりあえずはロープで場所を決めてペグを打っていくだけっていう簡単作業ですね。この小屋ね何か分かんないですけど、何やろこれ、ちょっと影になってるんでね、この影を利用させてもらって設営していこうかなと思います。小川張りのケツからいきます。この輪っかになります。この辺から打とうかな。この辺から打ってこういくような感じがいいかな。この辺りに、あ、土結構柔らかい、しっかりと打っていきます。こっち側のロープをこう引っ張るとこの先にタープが立つってわけなんですよ。これどういう方向にしようかなっていうところですね。先端に引っておきます。今度はですねポールですよ。でね、このキャプテンスタックのポールがこうね繋がってるんですけど、小川張りでね傾斜作りたかったんでもう切りました。これで強度がねどうなるかちょっとわかんないですけど、やるしかないですね。これじゃちょっと低いかな、いけるかな。ああやっぱスポスポ取れますねこれ。まあ、でもポールはね買い替えるつもりでもおったんで、ああちょっと高いけどな、日本でやってみましょうか。ここからね、ここからここわーっと行く感じで、この先端ポールを合わせてですね、ロープに向かってまっすぐですよね。そっからですねこう45度を測るわけですね。角度をつけてポールを移動させて、ポールから45度がいいって言うんですけど、30度がいいってねなんか YouTube で見たんで、僕も30度でいこうかな。でポールの3分の2あたり、本来はここが45度って言われてるんですけど、このポールの3分の2のこのあたりで打つとちょうど30度ぐらいだということなんで、ここ本決まりです。はい、じゃあもう一度ですね反対側同じことします。ロープやからね結構まっすぐもね測りやすいんですよね。足で90度を作りますと。で動かして3分の2あたり本決まりのペグを打ちます。 OK です。これで小川のここは決まりましたと。じゃあ逆いきます。逆はねちょっと高さ上げていくん でここもこのロープですね、このロープにまっすぐに合わせると。でここをね足を90度にしてポールをこう横に置くと、このポールのこの辺りですね、これは本決まりの位置でございます。 OK です。じゃあもう一回、やっぱタープ大変やな。今日ねコールマン持ってきてないんでね、もう絶対これでやらんとダメなんですよ。はい、これで一応完成しました。じゃあポールをねここにそれぞれ置いておきます。こっち側はねポールをこう置いておきます。はい、熱い、これ熱中症になりそう。でこうですね、結構近いな、いけんのかな。熱い、頭につけてるのがもっと以上にきつい。ここの肩、これきつい。ロープは緩めたまんまって言ったんで、じゃあここに引っ掛けるんですよね。
OK。 じゃあポールを入れて、ありゃ、そういうことね。ほう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 、 OKOKOK。 はい、これでポールだけ自立しました。反対もね、同じようにやっていきます。うわ、熱なってきた。ポールの先端、こっちもポールの先端、これ立つはず、とりあえずは。はい、ほら、よしよし、とりあえず立ちましたね。ポールが自立しました。で、最終的には目印のペグの位置にこのポールのね、足を持ってくるっていう感じです。で、ここでタープをかけていきましょう。とりあえずね、型にかけて、これが先かな、ここに入れて、こういう感じで、はい、そうそう、小川張りでしたね小川張りするんですよ。これはこうですね、ここにカシャッとつけて、4つ目ぐらいでね、合わせてたはずなんで、ここで決めたはず、覚えとけっていうね、ほんまに。じゃあこのタープを抱えたまま突っ張っていくと、ちょうどこの先端の方になると。おお、遠いな。ポールを少し倒して、これでもね、一応自立するんで、これね、入れて、よいしょ、いけそうじゃね。これ、この足すごい不安、めっちゃ不安ぽい感じになった、ぽい感じになった。あとはほんだらテンションをね、合わせていきます。もうちょっとね、垂直になるように。こっち側ね、中にゴム入ってチェーン入ってるんですけど、思ったより結構チャッチーな。メインポールは買わんとダメなんですかね。とりあえずなんとか形は整ったんじゃないですか。もう一段階後ろでもよかったな。これテント広げてみるのは分かんないですけどね、サイズ感。そしたらあとは左右をペグ打っていくだけです。よいしょ、角度としてはこういう感じでしょうね。これぐらいかな、これぐらいで打とうかな。 OK。で、普通は反対行くのかな。だいたい打ったところと同じところぐらいに打つっていうんで、この辺か。オッケーオッケー。じゃあね、張ってからじゃちょっとわからないんで、ポップアップテントをね、広げてみましょう。なんか思ってたよりちょっと低いな。こんなもんだかな。オッケー、あとちょっと。まあやっぱ初めてって難しいですね、本当に。でもなんかすごいいい感じ、いい感じの空間。グランドシートがどんな感じになるかっていうね。グランドシートを引いてみれば、まあほぼほぼ同じサイズなんで、気持ちテントに少し被らしたい。こんなもんですね。こんなもんでいきましょう。ポップアップテントの出番でございます。これの青色とこの青色が映えるかなと思って、わざわざね、青色のやつ選んだんですけど、黄色のバンドを外していって、ほいほい、これはこっちで広げてからの方がいいな。うん、よいしょ、いいよ、こいしょ、はい、よいしょ、 OK、 はい、 OK でーす。お、いいんじゃないこれ。うん、フランスシートのこの辺りね、ちょっと真ん中ぐらい。おうほうほう、結構でかいね。お、いいじゃない。いい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 。設営どれぐらいかかってんねやろ。かなりかかってる気がする。うん。オッケーオッケー。ほら、よくじゃ。よし、どうでしょうか。初めての割にはなかなかかな。たるみはまあまああるけど、あ、こっちが引っ張れそう、うん、いいかな。これで初めてにしては上出来。 OK、 休憩。はい、ということで、初めてのタープ設営はなかなか時間かかりました。1時間ぐらいかかったかな。でもこういう感じに仕上がっております。まあめちゃくちゃ悪くはないですね。ある程度ピーンと張れてるし、初めてにしては良かったんじゃないかなって思うよ、これ。はい。
これキャプテンスタッグのタープなんですけど、やっぱ透過率あるね。これダメだな。もう完全にね、遮光するようなぐらいのタープじゃないと涼しさは得られない。直射受けるよりはマシですけど、やっぱりちょっとムシムシした暑さはありますね。空間としてはね、ちょっと狭いかな。やっぱりこうやって見るとやっぱケシャのテントでかいな。ここが 2m20 のポール、うん、だけど、でも思ったよりちっちゃいんで、タープもまたね、余裕があったらちょっと買い替えたいな。 5m やったらね、でかすぎるかなと思ってやめたんですけどね。それぐらいあってもよかったな、全然。でまあね、太陽が沈んでいく方に車を置いてるんで、うん、沈んでいけば沈んでいくほど影になってくれるんじゃないかなと思います。あー、しっかし疲れた。はい、ということでね、ケシャのポップアップテント小川張りしてみました。しかも初のね、タープに挑戦してみましたっていう動画やったんですけど、精進します。ちょっと精進しますわ。もうこんだけ時間かかったらね、ほんまに夏やったら熱中症になります。コールマンのパーティーシェルが恋しい。なあね、一人でも晴れるっていうのは晴れるんですけど、もうちょっと頑張っていきたいなと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。とりあえず小川張りを諦めて、こういう感じで行けました。テント前にね、ポールを立てましたよ。ええな。